実際に変態仮面が完成して、初日舞台挨拶でここに立ってるっていうのが未だに信じられないくらいです。で会場を見渡すと、ざっと6人変態仮面がいらっしゃって20年前の漫画ですからね。そうですね、20年前の漫画がここの現代に蘇ったということにすごく感慨深いものを感じております。本日はどうもありがとうございます。三木亮平さんです。もともとこの話を1年前ぐらいに福田さん初めて2人、室君と3人で あるところで会って話してどういうふうにするかって話をしたんですけど、その時に、僕は世界に通じるものにしたいと、はい、言ってた、はい、で福田さんも俺も完全に同じことを考えていると言ってたんですよ。はい、だから僕たちがこれ作ってあれば本当に世界に向けてこれがクールジャパンだと、ああこれが映画だと、これが映画だ、これがクールジャパンだ、クールジャパンだ。2人がそういう話したじゃん、俺そうなんだと思ってた嘘だろこの2人と思ってたとりあえずこの台湾の映画祭に呼ばれて行ってきたんですけど、台湾って大体九州と同じぐらいの大きさなんですけど、そこで40巻も開く予定があると。で台北の市内を変態仮面ラッピングバスが、すごいね、120台走るから、でシネコンの外の壁とかに、変態仮面の特大ポスターがドーン、その横にアイアンマン3がドーン、ぜひ見に行っていただきたいです台湾。ここで監督と安藤先生から、はい、鈴木さんにプレゼントがあると。鈴木亮平をですね、はい、一応 3D スキャンしまして、えこんなものを作って、おーっとー、リアル、おーこれオスカーじゃん、オスカー、オスカーすごいオスカーじゃん、おめでとう、やった、受賞、受賞、やった、自分の体を外から見たことっていうのがなかったのでちょっとエロいですね変態仮面役を引き受けてもらって本当一生懸命、本当ストイックに真面目に、ね、はい、バカを演じてもらったんで、その感謝の意味を込めてこうイラストを、おおおおおお、原作どんじゃん、僕はずっと安藤先生 の描いた絵をひたすらパソコンでスキャンして、でプリントアウトしてまとめて携帯とかに入れて、ずっと安藤先生の絵ばっかり見てたので、この1年その先生がまさか自分の顔を描いてくれるとは夢にも思わなかったので、全然面白いこと言えないんですけど感動してます本当に、せーの、はい、どうぞ、よっ、持ってるものが、ホリプロチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、鈴木亮平です。すごかったですね、変態仮面がざっと6人ぐらいいらっしゃって、こっちから見ただけでも変態仮面が並んでる絵は壮観ですね。ちょっとこの映画がなければそれもなかったわけですから、変態仮面という作品をもう一度今のこの世の中に出せたっていうことにはある種意味があったのかなと思いました。あれすごかったですね、ずっとこの1年間読み続けて読み込んできた漫画の、安藤先生が僕の顔を描いてくれるっていうことは考えられないですね、今でも信じられないです。でもう一つフィギュアありましたけど、あれは現場でね一回型取ったんですけど、自分の体を外から眺めたことがなかったので、なんかちょっと興奮しましたね。映画変態仮面、とにかく原作への愛とリスペクトがとても詰まった作品です。そして、世界に通用するものを作りたいという思いで僕と監督が、作り上げた作品ですので、ぜひ皆さんご覧になって、これこそクールジャパンだと言っていただけるような作品です。見た後に日本人であることを、こういう作品を生み出す日本という国はなんて素晴らしい国なんだというふうに思っていただける作品ですので、ぜひ劇場で大迫力のスクリーンでご覧ください。
覚えておけ、変態こそ正義であること。ありがとう、姫野愛子。あれはよくできた生徒だね。見ちゃダメだ。本当は変態なんかじゃない。変態は彼の仮の姿。たった二人の授業を始めよう。おかしな洗脳するのはやめろ。愛子ちゃんもらっていくぞ。愛子ちゃん、愛子ちゃん。世界のためなんだ、君のパンティーを俺にくれ。